どうも、料理の皆さん、リュウジでーす。はい、ということでですね、今回は、超爆速でできるですね、生ハム丼っていうものをですね、作っていきたいと思います。はい、それではですね、材料はこちらです。ご飯、生ハム、40g、あと、卵、あと調味料です。ちょっとね、瞬きする間にできちゃうので、まずですね、このご飯に生ハムを乗せます。40g 多いな。まあ6枚ぐらいですね。こんな感じで、並べちゃってください。くぼみをつけて、でここに卵黄を落とします。で焼肉のタレですね、をまあそんなにかけないです。たらっと でごまを適量ですね。まあ なければないでいいです。あとラー油、完成。はい、それではできましたので食べていきたいと思います。最初からクライマックス、黄身は潰します。こんな感じですね。で、まあ、この生ハムをでご飯を包むようにこんな感じでいただきます。うまっ、久々に食ったなこれ、めっちゃうまい。このね、生ハムの塩気とね、ご飯がね、また合うんですよ。で、それをまとめる、ラー油と焼肉のタレ、ね、これがね、最高なんで、うん、めちゃめちゃうまい。ぜひ皆さん、やってみてください。はい、ではですね、この生ハム丼、やってみたいなとか、ほーみたいな感じで思ったら、ぜひ高評価およびチャンネル登録をよろしくお願いします。